GQ ジャパンをご覧の皆様、どうも、ウーバーワールドのボーカルの拓也です。10エッセンシャルズ、僕にとってなくてはならないもの、10個のアイテムを紹介します。それではレッツゴー。一つ目のアイテムはカメラ。趣味から始まったんですけど、もう今は本当に音楽と同じレベルで考えてますね、いろんなことを。これはライカっていう、まあ、カメラ好きな方はみんな知ってるんじゃないですかね。これはまあ、いわゆるフィルムカメラなんですけど、僕が一番推しているのはアルファですかね。僕もソニーなんですが、全然回し物じゃないです。もう本当にもう物がいいだけに、まあ、実際、まあ、誰が撮ってもまあいい写真って撮れるんですよ。でもそこをなんかちょっとした寸分の画角とかでこうセンスを見せていくっていうところが本当に魅力です。自分の裏垢でちょっとその写真をずっとアップしていったりとかしてるんですけど、いろんな紅葉だったり滝だったりとか、まあ人物だったりもそうなんですけど、友達も撮らせてもらったりとか、撮りたいと思ったものはもうどんどん撮っていってます。次のアイテムはジュエリー。ライブでつけるもんだったりとかするんですけれども、オローズっていう、もう10代の頃から憧れてて、ゴローズって東京の原宿に1店舗あるだけなんですよ。ゴローズがいいなって思うところは、お金を出しても買わせてくれないんですよね。そのゴローズ愛とか、その足げく通った結果、あ、この人にならっていうので、こう少しずつアイテムを出していってくれるっていうところなので、買えた瞬間の喜びっていうのがもう僕の中でもプライスレスですね。ちょっと珍しいというか、この下の歯を矯正してたんですね。で、治ったんですよ。なんかその透明のマウスピースを2年間つけ続けなきゃいけないって言われて、あっと思って、だったら型が同じだったらこれでもいいんじゃないですかっつってこれを作ったんですね。だからこれを2年間つけることによって僕の下の歯は完成します。これとかはウーバーワールドのリングなんですけど、これはメンバーと一緒にお揃いで作ったものですね。これすごく気に入ってます。大事なんで、僕と社長以外つけてるとこ見たことないですけど。次のアイテムはマイク。本当にもうスタジオの外に持ち出したくないくらい大切なんですよね。これ仮歌を撮るときに使うマイクなんですよ。出てきたメロディーと歌詞をこうサクッと歌ったりとかしたものが、その本番でそのテイクが抜けない時って結構あるんですよ。じゃあやむを得ず、そのじゃあ仮歌のこれを使うかっていうふうにも、なんかギリギリ使えるぐらいのいいマイクです。一番使ってるのは、それもノイマンの67ヴィンテージってやつがあるんですけど、いろんな世の中のスタジオが潰れたりとかすると67を持ってきて、使える部分をこういろんなとこパーツを合わせてやっと一つができましたみたいな感じで、ニルバーナが使ってシャウトをして、こうちょっとジリジリ歪んだような音が爆発的な人気になった理由だと思うんですけど、それと対比してブラウナーっていうマイクがあるんですけど、それはすごく綺麗に高い音が再現されているみたいな、このマイクの2本をこう使い分けるって感じですかね。次のアイテムはドローン。ドローンです。自分たちのプロモーションビデオを撮るために崖のシーンを撮りたくて、ドローンが欲しくなったんですよね。これドローンも一応国家試験とかあるんですよ。それをしっかりと講習を受けに行って、ドローンの操作をしだしたらもうハマっちゃって大変なことになってます。ドローンじゃないと撮れない絵があるので、自分の理想の映像を作ろうと思ったらもうここに行くしかなかったって感じですね。ここに入ってくる映像がここに映るんですよ。そのもう本当に空を飛んでるような気持ちになるっていうか、木と木の間とかに入っていったりとか、こいつは割とその安全装置が勝手にこうかかってガッて止まったりもするんですけど、絶対飛ばしちゃいけない場所ってあるんですよね。じゃあもう勝手にガーンって止まるらしいですよ。僕はやったことないですよ。続いてのアイテムはナッツ。ナッツ
好きなんですよ。いろんなところでナッツを買って食べたんですけど、群を抜いても抜群に美味しいナッツに出会ったんですよ。それがこのカナエナッツです。白い砂糖も使ってないし、添加物とか一切使ってない、すごい綺麗なナッツなんですよ。味もすごい、あの透明感がすごいんですよ。今4ヶ月待ちとかになってるんです、このナッツ。もう初め見つけた時とかは1日10袋とか食べてて、だから最近は1日1つって決めてやってますので、これよかったら食ってみてください。マッチって全然違うんで、スタジオさんもよかったらみずみずしいんですよ、本当に。僕は経営にはかかってないですよ続いてのアイテムは、少々お待ちを。カバン。気づいたのはちっちゃいカバンが好きなんですよ。これまだ使ったことないんですけど、ウーバーイーツのカバンと同じなんですって。そのお弁当をこう入れるための、ここからちょっと間違いが出てきたりとか、なんかそれ聞いてもこれはもう買うしかないだろうと思って、女性ものが持つとか男性が持つとかそういうのは全く気にしないです。カメラとかが入るんですよ。ここにもやっぱりナッツが続いてのアイテムは黒豆茶。ちょっと喉乾いたんで、どうせなら飲んでもいいですか。ちょっとお湯をお願いします。ありがとうございます。基本的にお水しか飲まないんですよ。この黒豆茶だけはライブ中も飲んだりするんですね。夏でもあったかいの飲みますね。ツアー中、移動中、必ず飲みますね。セーターが柔らかくなる感じを覚えたんですよ。熱い、無理熱いよ。美味しいです続いてのアイテムは、香水。今日持ってきた香水はですね、この5つはもう自分が10代の頃にドハマりした香水なんですよ。うわ懐かしいと思う人も多分ね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。自分が人生で一番初めに買った香水がこれなんですよ。先輩がつけてる香水がもうすごくおしゃれに感じて、で自分を真似して買ったんですけど、なんか違ったんですよね。CK1 の方だったんですよ。なんか最近になって、その匂いとともにこう思い出がこう蘇るっていうのが僕すごくあって、それがこれもう一度買ってみたんですよね。その時の思い出がなんかこうまた蘇るっていうか。で唯一これはあのメンバーと お揃いでステージに出る前にこれをつけるんですよ。メンバーみんな、自分たちがわっとこうステージに出てた時に匂いとともに残る思い出っていうので、なんか一つ香水を選んで、基本的にはこのラインナップで攻めますね。やる気にも変わるんですよね。なんか直接つけるのがあんま好きじゃないんですよ。シュッてしてここに出たやつをこうつけるぐらいがいいんですよね。あー懐かしい。次のアイテムはイヤホンとヘッドホン。基本的に今日持ってきたのは、最近はこれでライブを聞くことが多いですね。そのエアーのでっかいスピーカーも鳴らしつつ、これでしっかり聞きながら、なんか自分たちのライブのその日の、あの映像とかを確認したり、気持ちいいんですよ、この音が。エイジングノイズっていうのをずっとこう200時間聞かして、このヘッドホンのユニットを育てるっていうところから始まるんですよ、これ。みんな一番これで聞く気がするんですよ。あと普通のエアポッドなんですけど。そう、みんなの気持ちになって同じ音で聞くっていうのもあって、これはそういう時は必ず使います。まあでもこれもまあ同じような用途ですね。この2つをみんな一般の人は使うんじゃないかなみたいな。これは最近ゲットした Bluetooth ノイズキャンセリングのイヤホンなんですけど、低音がしっかり出てて気持ちいいんですよね。これ街で音楽聴きたい時はだいたいこれを持ってきますね。次のアイテムはこちら、 PC ですね。 Mac です。曲を作るのにこれ以外別に何もいらないってところまで来てますね。もう
初めてそのパソコンを使って曲を作り出したのは20年ぐらい前だったんですけど、ロジックっていうソフトを使ってるんですけど、録音する以外の機能何もなかったんですけど、今はもうそこにピアノの音も入ってますし、ドラムの音も入ってますし、もうこれだけでも十分ですね。機材を揃えるのが趣味だったんですけど、年々シンプルになっていって、もうマイクとそのマイクプリと、そうですね、インターフェースぐらい。基本的に僕自分で全部レコーディングもするんですよ。アップル認定のなんか免許みたいなのがあるんですよ。そういうのもちゃんと取得してみて、僕たちだけでやりたくて、今も全部自分たちに任せてもらって、今音楽始めようと思った人本当に便利すぎて、こんなに簡単に曲作ってるのかって思われそうで怖いですね。僕の10エッセンシャルズ、いかがだったでしょうか。本当にここでしか紹介しないような個人的な個性的なものが紹介できたんじゃないかなと思います。10エッセンシャルズ、たくやでした。 See you.